正木不助急夜桜彼はぶらりと家を出た東京の郊外に住む彼は役所への往復に時を費やすので人を訪問することは稀であった特に近来発奮して一斉に名を上げるためにある種の研究に没頭していたので 夕暮れて家に帰り着くと書斎に閉じこもって子供たちとさえも話をせずに参考書類の抜き書きに全勢力を集中していた彼の参考書の読破は1年近くを要してこれからいよいよ仕事の本筋に入る頃になって春は彼の心をも訪れてきた朝夕の役所と自宅との往復に彼の目に触れるものに桜があった そして電車の中で向かい合って座っている女性には春の装いが見えていた昨年の晩春より夏を通し秋を過ぎ冬ごもりを経て彼の努力集中も春の訪れによって知らぬ間にゆとりができてきたこのゆとりは決してケタイではなかった やがて本筋に入らんとする彼の研究の焦点を既に完全に見いだすことのできた安心であった日曜の日中を満足しつつ仕事を続けた彼は夕飯に珍しく傾けた一本の杯のために意外の心安さを覚えて和服に帯を巻きつけたままぶらりと家を出たのである郊外の夜桜は白くおぼろきに影を見せていた 彼は研究の将来の不安を胸中に描きながら書生時代の散策気分で歩いていたふと彼は彼のパトロンのことを思い浮かべた彼が志を立てて欧米漫遊の都に登る時彼にその旅費全部を提供してくれた彼のパトロンはその後10年近くなったが彼の返金のことを一言も言い出したことがなかったまたたとえそれを言い出されても 彼としてはその余裕はなかったのであるが彼としてはいつもそのことが気にかかっていた何とかして返金しなくては相すまぬといつも思っていた彼が今度の研究に着手したのも実はその研究の結果一斉に名をあぐることが彼のパトロンに対する例でもありまたその研究の結果を発表して世に問うたならば その書籍からの収入で十分欧米漫遊の旅費ぐらいは返済できると信じたのに原因していたのである彼は半年近くも問わないでいたパトロンに急に会いたくなった会って研究の概略なりとも話したならば彼のパトロンは必ず喜んでくれるに相違ない自分の喜びを最も率直に移し喜んでくれるのは確かにパトロンであると彼は信じたのである 彼は電車に新宿駅から乗って品川で降りたそうして足を勢いよく動かして御殿山の彼のパトロンを通った彼のパトロンは彼の突然の来訪を非常に喜んで彼を歓待してくれた彼は彼の研究について興奮してパトロンに物語ったパトロンは彼の期待通りに笑みを浮かべて彼の口を見つめてくれた上に また、参考書類の購入の一部にせよと言って彼に500円ほどの金をくれた彼としてはこの金額は非情なものであったので彼は徹底的に感謝したのであったが決して生活費を無心して得た人のような下劣な態度は取らなかったこれがまた彼のパトロンから見れば何とも言えず愉快であるということを彼はよく知っていた 彼は気泡に満ちてパトロンの家の玄関を出たそして門までの広い庭を歩きながら満開の花の上をおぼろに行く月を仰ぎ見たそしてまた品川の駅までの道を遠足に行く日の小学生の足取りで歩いた彼は今夜も要衝費のことについてはひと言も言わなかった彼のパトロンもまたひと言も言わなかった パトロンは彼が愉快にその日を送りかつまた新研究に着手していることを知って我が子のことのように喜んでいるに相違なかった彼はまた「金持ちは俺のような有望な人間に金を出すことは当然でかつ金を生かすものである」などと考えるほど不損な心を持っているものでは決してなかった彼は彼のパトロンに満腔の感謝をいつも表していた ただ不愉快な生活をしてまで要衝費の返済をしなくてはならぬほど彼のパトロンに理解がないとは思えなかったのである彼はパトロンを訪問するたびにある種の感激と刺激を受けた今夜もまた同様な感情にとらわれたのである彼はこの感情こそ友情というものであろうといつも思った「生む相通ずる」ということがいささかの邪念もなく 心底からの輸血によって行われるほど人生の幸福ごとはない人と人との間はこういう場合において最も美しい異常の世界を表してくるものであると彼は今夜しみじみ思ったのである彼は品川の駅で新宿周りの電車を待つ間プラットフォームを軽い足取りで歩き回っていた 夜桜の客はだいぶんプラットフォームに満ちていたが日本人特有ともいうべきよそ行きの顔をしてあるいは一か所に立ち止まりあるいはベンチに腰を下ろしていた彼は欧州滞在中に欧州人の郊外での顔を見て皆危機として生活を狂楽しているのに感服していた帰国後彼は往来または電車の中などでの日本人の顔を見て実に不愉快であった どの顔を見ても顔面筋を極度に緊張させているたまたま知人に電車で会って挨拶をしようとしてもあまりに日常の顔と違っているので他人の空似かと思って躊躇することが頻品としてあったこれがいわゆる「紳士淑女の礼節である日本が生活においても政治においても何のゆとりもないのは当然であると思った彼は次来努力して 実際努力を要するる。事業である戸外においても自宅内または長く勤務する役所内におけると同様な顔をしていた朝出勤前に髪の毛をなでつける時に鏡に映る顔と電車の中での顔と全く同様にしていたこの授業は最初12年は大分努力を要したが年を振るとともにあまり努力反省を要しなくなってきた。 近年になっては「君は実に愉快そうだね」と電車の中で会った友人に言われるまでに成功の域に達していた彼はこのことに対して非常に満足でもあったしまた得意でもあった彼はその夜も例のごとき態度であったことは言うまでもないが特に品川駅においてはパトロンとの戦いきさつも手伝って彼のお顔は「 おそらく最も愉快な時に現れる形であったのであろう世の中にはひどい男があるものですな突然彼に話しかけた男があったその時彼は一層愉快であったこういう場所で見ず知らずの人から話しかけられるということはすなわち彼が貴重来の主義としている顔形改良に対する孝固の証拠であるからである 親しまれやすいということは人間として喜ぶべきことでなくてはならぬ。彼は「また俺に話しかけたな」。この駅には200人は少なくとも電車を待つ人がいる。その人々の中でこうして心置きなく話しかけられるのはおそらく俺一人であろう。彼は「何ですか?」と笑いながら答えてその男を見た。 四十七八歳に見える男であるが頭に乗せているハンチングは旧式の方であったまず東京近郊の村長ないし助役ともいうべき男であったあそこに二十歳くらいの女が立っていましょうそのそばにひげの生えた四十ほどの男がいるでしょう村長型の男の指さす方を見ると 女はどことなく田舎者が東京連れがした様子であった小さなバスケットを手に下げている男は商人で近来景気の良いといったような男であったあの男が女をだまして連れて行くのです彼は村長の言葉があまりに意外であったのでまた問題の2人を見た私は名古屋から乗ってきたのですが。 あの男はもっと先から乗ってきたのです女は浜松から乗り込んだのですが構図であの男はお茶を一杯女に買ってやっただけでとうとう騙してしまったのです村長はこう話して彼に向かって声を立てて笑った彼はその時この村長風の男はなぜこんなことを彼に報告するのであるかをちょっと考えた 女を救ってやりたいのであろう。そしてその家政を求めているのであろう彼はいっときそう考えたがまたあるいは嫉妬の情が主なるものではなかろうかと思い直した彼とても不都合な男に対して憤怒を感ずるとともに軽いながらも嫉妬の変革のひらめきを完全ないわけではなかったその時ちょうど電車が来た。 彼は電車が完全に停車するまで12分の間じっと問題の男女の方を見つめていた村長もまた彼の前に立って動く人々を分けながら視線を問題の男女に送っていた同じ箱に乗ってやろうかという誘惑が彼を捉えた直ちに卑しいことを考えるなと彼を叱ったものがあった 彼は自分の前に止まった電車に乗ろうと身を動かした同じ箱に乗ってやりましょう村長は彼の後ろから声をかけた彼はその声に甚だしい魅力を感じて引きずられるように村長の後について問題の男女と同じ箱に乗ってしまった卑しいことをしたという考えが彼をやや不愉快にはしたが 好奇心が直ちにその不愉快感を覆ってくれた電車が発車した彼はつり革に右手をかけて村長風の男と並んで立っていた村長風の男は一心に56人離れて並んで立っている問題の男女を見つめていた彼も耐え難い誘惑を感じて彼らを見つめたその時 女が車内をあちこちこと見回した。近く立っている彼女は晴れ晴れしさに幾分の恥ずかしさを加えた表情をしている「憐れむべき女は四十幾歳の肉欲の忍惨となって今笑っているのである」と彼は女から目をそらした村長が卑しい表情をして彼につぶやいた中野まで連れて行かれるんですよ。 そして結局女郎にでも売られてしまうんです村長の熱い唇を舌が舐めた彼はこの村長風の男とかの問題の男との隔た,たりの何ほどもないのを持って返事をしなかった電車が次の駅で止まった問題の女が男を離れて彼の傍らを過ぎて証拠口に行った そして上半身を社外に出して外を見回しているそれ切符の乗り換えをもらおうとしているんですよ切符は東京駅になっているのですから女が目的を達せぬうちに電車はまた発車した女はまた元の位置に帰った男は女と何か話していた電車が次の駅に来た時に 今度は男が彼の後ろを通って証拠口から顔を出したこの切符を中野にしてください男が車掌と話している声が彼にも聞こえた村長は目で私の想像通りでしょうと物語った問題の男が女のそばに帰って電車は発車したああもうこれはダメです 籠の鳥ですな。村長は絶望の口調でこう言ったが表情は一向に動いておらなかった気の毒ですねえ彼は我がことのように主張を帯びた声で言った万事は終わるのであると諦めた彼はまたふと一人くらい刑事がこの箱に乗っておらぬだろうか そしてあの醜悪な男を懲らしのめさないかと考えて社内を見回した彼がこういうことを思いついたのは単純に悪を憎むという点からばかりではなかった他人の成功それも甚だしい危険をあえて犯しての成功に対する戦謀と嫉妬とが潜在していたのであった彼がこんな実現の見込みもない期待をかけていた時村長が彼に言った 何とかして救ってやりたいとは思いますが私の隣にいた人はあの男が便所に行っている間にもう少しで忠告するところでした私は宗教家ですが彼はこの言葉を聞いて改めてこの男の様子を見直した男の自白のごとくこの男は郊外の寺の住職であるなと思った よく見れば薄汚いマントの裾から衣の裾が出ていた僧侶であったかなるほどそう見れば僧侶らしいものの言いぶりであった彼は問題の男女と僧侶であるこの男とを連絡させて何とも言えぬ面白い取り合わせであったのを思った車掌にででも思いい切ってて話してやりたいほどです。僧侶はいよいよじれて彼に言った 目はやや血走っていたしかし人は自由ですから彼は何の気なしにこう言ってやや心配になった相当にこの言葉は僧侶にとっては皮肉である彼としてもそれをあるいは意識してこう言い放ったのであったかもしれない 僧侶の身でこんな浮世の最大俗児に大人気もなく憤慨するのを幾分侮る心が働いていたのであったかもしれない彼の心配は意外の解決を受けたそうでです。す。人はみんな自由です僧侶は彼の言葉をそのまま口にして目を閉じた彼はその様子を見て安堵すると同時に 自分の言葉があまりに事件を淡白に解決してしまったことを後悔した人の自由を徹底的に肯定してしまえば問題の男女は全く罪がないこととなる男は癒しむべき心から仕組んでいるのは疑うべくもなかろうけれど女の方は全く自由意志で動いているのである女のあの晴れ晴れしい表情は雄弁にこの点を物語っている 彼は人の持つ自由を認めることがこの場合には彼自身の態度として卑怯であるということを直ちに考えついた人の自由であるというきなぐさめでこの女を救うことをあえてせぬ自分を癒やしむとともにまた彼のこの言葉を感心しきって今までイライラしていた心を鎮めんとする僧侶の史料の浅さを軽蔑した 彼はこの場合何とかして前言を取り消さなくてはならぬと思いついたそして僧侶を見て言った「好きですな人の心の好きですその罪が罪悪を仕組むのです」彼はこう言ってかろうじて満足した彼の前言によって大分考え込んだらしい僧侶は彼の今度の言葉を聞くや否や またた。簡単に同感したそうです男も女も好きだらけです僧侶のこの言葉は僧侶自身の心にある内容よりもなお深く彼を考えさせたそうだ特にこの場合に限らず一般に男と女との交渉は皆心の隙によって具体化せられるのだ 自分は自由という言葉を口にしたが自由とは人間の隙を表す手のいい言葉に過ぎぬ人心の隙が今までどれほどの罪悪を人生にもたらしたか彼は自分の言葉によって転加されて自分の心に燃え立つ思考のいかに内容の豊富であるかに共感したしかしさほどこの思考は共感すべきでもなく また問題の男女間の交渉などは日常茶飯事であってそれを同かとして人生を見つめてみるなどということは事儀に類することだと彼はたちまち考え直したこう考え直すとまた何か言わなくてはならぬような気がしたそうして僧侶を見た時僧侶は鎮痛な面持ちをしてたもとから一冊の本を出して開いていた その本は織本はりであった。僧侶はそれを開いて第1ページを出した「にょぜ門」と僧侶の喉が鳴り出して後が続く僧侶の声は訂正であったが力がこもっていたその声はかろうじて彼にだけ聞こえるほどの強さであった彼は僧侶が経文を読み出したのを知った時まず第一に「この僧侶は 今まで問題の男女のことに全身奪われていたことを気恥ずかしくなってその恥ずかしさの反問を紛らすために教文を読み出したのだなと思ったが僧侶がその後周囲に人なきがごとく読経に就寝しているのを見るに及んで僧侶はただ何の意味もなく教文を読みたい衝動にとらわれたのであるのを知った僧侶は連綿として読経を続けている 彼はいつともなくそれに引き入れられて我に帰ってきたそして今まで自分が行きずれの人々の一生児に興奮していたことを明瞭に意識してきた電車が止まった彼はふと車外を見たすでに新宿駅である彼は初めて今までの駅を知らぬ間に通り過ぎていたことに気づいて あたふたと電車を降りる姿勢をとった。その時、僧侶が彼に声をかけた。あなたもお降りになりますか？私もここで降りてあの後をつけてやりましょう。彼は僧侶には答えずに昇降ちに急いだ。そして僧侶がまだ相変わらずかの男女のことに心を奪われているのに、おかしさを感じながら電車を降りて。 プラットホームをスタスタと歩き出した。彼はもう例の男女については何の興味も感じることができなかったまた僧侶についても何の環境をも引かれなかった彼はただ降りるべき駅で下車した人々が改札口へ急ぐ時の単純さに戻って急いでいたのであった彼は階段を上り出したそして半分ほども人々と混じって段を上った時 急に彼の袖を引く人のあるのを感じた「来ましたよちょっと待ってやり過ごしましょう」声は僧侶の声であった彼は袖を引かれたのを甚ははだしく不快に思ったけれども彼の袖はしっかりと握られていた彼は階段に立ち止まるしかなかった彼と僧侶はそこに立ち止まった 僧侶は後ろを振り向いていてた。彼は不機嫌な顔をして前方を上って行く人々の裾を見つめていた僧侶が彼の袖を強く引いたその時問題の男女が彼らのそばを通って階段を上っていった僧侶は彼の袖を離して後について階段を上り出した彼もまた足を動かし出したが 彼はただ不快の感情しか持ち合わせなかった。改札口に来たとき、彼はかろうじて安心した。もう総領に煩いされなくともよい。その温度が言葉となった。さようなら。私はここで。彼はこう言って総領を見たが、総領はその声も聞こえぬらしく夢中になって問題の男女の後をつけていってしまった。 改札口を出た彼はクスクスと笑ったその笑いは言うまでもなく僧侶に対する軽蔑の念が大部分ではあったがまた一夜の電車の中の出来事の終わりを滑稽に思ったからでもあった駅を出てから自宅までの途上彼は何とも言えぬ笑いにとらわれ続けていた吹き出すほどのおかしさが彼を包んでいた 実に愉快でたまらなくなって彼は再三ふき出した一人で考えているだけではおかしくてたまらぬほどのおかしさであった彼は道を急ぎながら妻に今夜の出来事を詳細に話すのを楽しみにして夜桜の下を家に帰ったのであった彼は玄関に迎えに出てきた妻に早速声をかけた「おい 今日は面白かったぞ。こう言った後、彼は大声を出して笑って子供たちの眠っている部屋に入った。後についてきた妻は彼がいかにも機嫌がいいのでもらい笑いをしていた。何がそんなに面白かったのです。子供が目を覚ますほどの大声をなさって。彼は立ったまま妻を見た。 妻は今物語られるはずの話を待つ気分で案外真面目な顔をしていたその顔を見た時彼はふと今夜の事件は妻にはさほど面白いことではないと思いついた出来事の大部分のおかしさは彼の内心の心の動きにあるのである彼はこう考えついて一時真顔になったがその時幸いにも 彼は妻を心底から喜ばしめることを思い出して海中に手を入れた彼の手は当然パトロンから今夜もらってきた500円の入れてある紙入れに触れられるべきであったしかるに彼の手には何者も触れなかった彼は朗媒してたもとの中にまた手を伸ばしたそこにはハンケチが一枚あるのみであった 彼は立ったまま真顔になってじっと妻の顔を見つめたパトロンの家を出てからの彼の行動が巻物をくるように彼の心に連続して現れたそしてその最も終わりの場面でかすかに彼に感じられたのは新宿駅の階段で僧侶に袖を取られた時彼の父のあたりを速やかに出入りした何かの感触であったと 1> 1秒後過ぎて彼の眼底には改札口に立つ彼を急ぎ離れていく僧侶の姿が明瞭に映ってきた「指紋の会1」「あなたは」 一度も青年時代の思い出をお話になったことがありませんのね結婚して78年になる大木の妻が自分の少女時代のつらい思い出を今夜も話した後、こう言って夫に聞いたそれは年の暮れのボーナスが案外に多かったので夫婦して買い物に出てきた日の夜のことであったおお。 お前は忘れられないと見えていつも若い頃のことを話すが俺は話さないな今夜は話してくださいません私自分のことばかりお話ししてあなたの過去を知ることができませんと何ですか心さみしくなりますわ妻はこう言って夫の顔を見た夫の顔には今まで見ない悲痛の表情があらわれていた 妻は夫の様子を見て一時ためらっていたが覚悟をしたらしく言った「あなた私本気で今夜は申し上げるのよ」「お互いにもう8年にもなるでしょ」「う。たとえ私あなたが過去にいろいろなことがおありになって私がうかがって気持ちを悪くするかとお思いになるようなことがあっても私決して今更何とも思いはいたしませんわ」 それよりも私が知らない過去があなたにあるのだと思うととても寂しくなってしまいますわどうかお話しなさってくださらない妻は真顔になって夫を見つめた恐ろしく今夜は真面目だねまるで俺が過去にお前より他に恋人でもあったようにお前は思っているんだねそうよそれよ それをいいたいのよ。バカだなあお前は夫はおかしくなって笑いだしたあるもんかそんなことそうないのないならなおいいわでもさっき私が言いだした時にあなたは妙な顔をなさったじゃなくって夫はまた真顔になった それを見て撮った。妻はすぐに言った。それごらんなさい。何か私に隠していらっしゃるわ。夫は答えなかった。妻は急に夫が不機。嫌になるのを心配になって言葉を変えた。けれども、あなたはどうしてお父さまやお母さまと交際をなさいませんの。夫はいよいよ悲痛な顔をした。 妻はますます心配になってきたいいのよ私ついつまらないことを言い出してあなたを困らせてしまったので、ね、茶でも出しましょう妻は座を立ちかけたその時夫は妻を見たそして真顔で言ったトキコ話そうかえ何を 俺の過去さ。いいのよ。もういいわ。妻はややすねて立ち上がった。おい、ちょっとお待ち。話してしまうから。妻は好奇心と気味悪さとにとらわれて座った。何をお話しくださいますの恋それともご両親のこと恋なんかない。 両親のことだ。ご両親のことうかがうわわたし今までいつも気がかりでいたのですものああそうだろうな夫は心にゆかぶ過去を整理するようにいっとき口をつぐんだに。 いつかは話さなくてはならぬことだと思ってはいたけれど今夜は話そうお前驚いちゃいけないよ実はね俺の両親お前も知ってるだろうあの両親は俺の本当の両親じゃないのだ驚いたろまあお聞き長野のあの両親は俺を育ててくれたのだ 俺だって大学の4年になるまでは生みの親だと思っていたのだお前も知っているだろう。俺は高等学校から大学までは医者の学問をしていたのだそれを医科大学の卒業間際になってやめてしまってふらふらとしだして会社などに入り込むようになったのも実を言えばあの両親が生みの親でないことが分かったからだ それで俺は妙な気になったのだ。俺は今でも思うよ。俺はなぜ医学などを学んだのだろう。医学さえ学ばなければ、俺はこんな妙な気で一生を過ごしはしなかったのだ。そして長野の親を生みの親と思って平和な心で暮らすことができたのだ。それを。 医学などを学んだためにこういうことになってしまったのだもう死んでしまったんだお前は知らない人だ俺はちょうど大学の卒業試験の前だったが勉強のためにおいわけの百姓屋にひと夏を過ごすつもりで行ったことがあったその百姓屋の親父という人はもう死んでいなかった 子供もないのでおかみさん一人寂しく暮らしていた俺はその百姓屋の一室を借りて勉強をしていたのだが夜など俺が勉強に飽きているといつもおかみさんが「おきさんお茶を入れましたよ」と言って俺を呼んでくれたある晩おかみさんに呼ばれてお茶を飲んでいるとおかみさんが俺の顔を見て 目に涙をためているのに気がついた。俺は妙なことだと思って、おかみさんどうしましたと聞いてみた。大木さん、わしはあんたが来てからどうしたのか子どものことを思い出してならねえので壊す。今いればちょうどあんたぐらいの年格好になるのだと思うと、わしは 思い出されてなりやせんこう言っておかみさんが泣くのだ聞いてみるとこうなのだおかみさんの子どもというのはたった一人でしかもおかみさんが四十になった時に授かった男の子なのだそうだその子が七つになって来年は学校に行けるのだと言って両親そろって楽しみにしていた年の秋 ちょっと表へ遊びに出たきり行方が分からなくなってしまったのだおかみさんは飯も食べずに村々を探して歩きおやじさんは岩村田の警察や長野の警察まで出て行って捜索願いを出したそうだがとうとう行方が分からないおやじはそのことを気に病んで翌年死んでしまったのだそうだ大木さん わしはあんたが来てから夢ばかり見やす。もうあんたくらいの年になっているはずなのに、やっぱり七つの子がゴムまりを持って遊んでいるのが夢に出てきやす。おかみさんはこう言って、六十過ぎの腰を伸ばしていろりの巻きをくべた。俺も同情してしまった。 その頃は俺も若かったからひとごとと思わずおかみさんを慰めてやったその翌日だったかおかみさんが俺の部屋へ来たそして子どもの頭ほどの大きさのゴム手まりを見せて話した「大木さん思い出して物置の棚を今日探しやしたらゴムまりが出てきやした」 こう言っておかみさんは俺に手まりを見せた俺はその手まりを見た時ふと思い出したことがあった「おかみさんそれでその子供はどうなったのかちょっとも見当がつかなかったのかい?」と聞くと「それはしかとは分かりませんが大方ひとさらいにさらわれたのだろう」と 村の者たた。ちが言いやした「その年は善光寺様の御開帳の年なので毎日のように見せ物の衆が荷物を馬車に引かしてこの街道を通っていやした」「だからその見せ物の衆が連れてったのだろ」う、と言いやした「そうかと思いやす」 こう言って女将さんは形見のゴムまりをシワだらけの方につけていた俺は探偵小説が好きだったのでその頃勉強に飽きるといつもドイツの探偵小説を読んでいたそれで俺はふとこのいなくなった子どもを探し出してみたくなったそう思ったので俺はそのゴムまりに目をつけたのだ女将さん そのゴムまりをしばらく私に貸してくれませんかひとつ息子さんを探し出してみようかと思うのだがおかみさんは不思議そうに俺の言うことを聞いていたが息子という言葉を聞いたのでその気になったらしいどうか探し出しておくんなさいあんたは学問してるんだからなんとかなると思いやすからだが このまりひとつきりが子どもの形見だからなるたけ早く返してくださいましよ。俺はそのゴムまりを借りてその日に上京したお前は知らないだろう。人間の指のひらの先には。 ろの形の線があるだろう。それ俺のこの母子は渦が流れている人さし指は渦が巻いているだろうこれが指紋というのだ俺はそのころちょうど法医学の先生の講義を読んでいた時なのでゴムまりを見た時にすぐにゴムまりには指紋がついているなと思い当たったのだ。 早速俺はゴムまりを持って上京して法医学の先生を訪ねた先生は早速このゴムまりにある指紋を調べてくれた大人の指紋はたくさんあったのだがそれはやめて子どもらしい指紋ばかりを調べたのだそれですっかりいなくなった子どもの右と左の指の指紋が分かった 俺はすっかり喜んでしまったその年も運よく善光寺の御会長だった俺はゴムまりを追いわけの百姓屋へ返してその足で長野へ行った俺は探偵の面白さに夢中になってしまって友人の親父が警察部長をやっていたので友人から頼み込んで名古屋へ来ている見世物小屋の軽業師や玉乗りの指紋をみんな取ってもらった 指紋というものは一生変わらないものだと言われているので俺はこれで追い分けの行方不明になった子供がきっと出てくるだろうと二三日は夢中になって指紋を調べたせっかくの努力も無駄だったとうとうゴムマリについていた指紋と同じ指紋は御会長の見せ物の仲間には見当たらなかった俺は学校 しか,っかりしてしまったよ。仕方がないから俺は東京の浅草へ行ってまた見せ物の指紋を調べようかとまで思ったが卒業試験が心配になってきたので上京はしたが浅草へは行かなかった確か俺は8月の初めに上京したのだったろう同の友人たちが、 もう9月1日から始まる試験なので上京していたある晩一人の友人が俺を訪ねてきた「おい君は9時は誰を引いた青木さんを引いたよそうかそんなら方位だなうん俺はそれで方位にすっかり興味を持ってしまったよ」 そうか。俺はジビさ。耳ビよりは方位の方がいいな大学の卒業試験は内科外科眼科などは大物といって誰でも試験を受けるのだったが方位とか皮膚科とか耳鼻科とかいうものは選択科目といってその一つを受ければいいのだったこんな話をしているうちに 俺は別の追い分けの子供の話を始めて指紋を長野で調べた話などをした「そいつは面白いな」だが指紋ってそんなに長く残ってるのかなんだ君は講義にも出ないのか出るものか初めから当たらないと知ってたんだからなずるいやつだな 指紋は何年だって残っているさ。ただそれを取るのが難しいだけだ。大いではなかなか努力してくれたよ。でも、はっきりわかったよ。そうかなぁ。ひとつやってみるかな。友人は自分の帽子を出して、明かりに透かしてひさしを見た。 なるほどベタベタついてらそうか俺も自分の帽子を出してみた明かりに透かしてみると案外はっきりと指紋が見えた俺は面白くなったので両手を帽子のつばに並べて押しつけてその上に歯磨き粉を振りかけてふっと吹いてみた 指紋がはっきりと出てきた指紋には渦が右に流れているとか左に流れているとかまたは渦になっているとか形によって123と符号がついているのだ俺は法医学の筆記を出して自分の指紋の番号を紙に書いてみたこれが俺の指紋さ なるるほど、そうやるのか。こう言って友達は自分の指紋の製造に取り掛か,かっていた俺は机の引き出しを開けて小さな手帳を出したそして追言い訳の子供の指紋の番号を友人に見せた「それ僕の探偵している指紋はこれだよ」「1253」 「521422」だこう言いながら俺はふとたった今調べた自分の指紋の番号に目を移した「時子驚くではないかそれが同じ番号なのだ」4 <え>妻は身をわなわなと震わせて夫を見た夫は鎮痛なうちに落ち着きを見せているどうだそれでわかったろう妻はまだわなわなと震えていた二人の沈黙が続いたと妻が思い返していったでもあなた それは偶然かもしれません。そうでない。銅板の指紋は何万年に一人もいないのだ。あっては大変だ。夫は確信を持って言い放った。でも、私は信じられません。妻も確信を持って言い切った。もちろん俺も信じたくない。 偶然の暗号としておきたいのだだが法医学が俺に教えてくれたのだ確かに俺自身がお言い分けの百姓の子だということを嫌です私は嫌です俺だって嫌だ俺は長野の両親の子でいたいのだだから俺は 長野の両親には一言も言いはしないだってなぜですなぜお話にならないのですお話になれば暗号だということが確かになるではありませんかがもし暗号でなかったならばどうする夫は悲痛な表情で言った。 妻は沈黙した「重苦しい空気が2人を圧迫した。